白根大凧合戦巻こが上がる。洋白根大凧合戦は、新潟県新潟市南区白根と、道区西白根で、毎年6月上旬に開かれるタコの祭り。両地区が、品濃川の分流である中野口川を挟んで、両岸から大凧を上げて絡ませ、タコの綱が切れるまで、引き合い勝敗を決める勇壮な祭りである。原文2年に始まったと伝えられる。 白根ね王ダコ合戦の起源は三つほど伝えられているが、殿様より配慮したタコをあげたところ対岸の家屋に落下し、屋根を損壊。これに起こった対岸の住人がさらに大きなタコを作り、わざと落として屋根を壊して仕返しをしたのが始まりとする説が最も有名である。しかし、これら三つの説については文献では伝えられていない。勝負の様子毎年6月の初旬。 1> 第1木曜日より、翌週の月曜日までの5日間開催される。雨の場合は開催されないが雨でなくても、花風と呼ばれる川下から川上に向けて吹く風が、適当な強さでないと大凧の合戦が行われないことが多い。これはこの理想的な風に合わせて、凧の骨組みとなる竹の材質や、加工方法、組み合わせ方、花尾と呼ばれる凧の姿勢や動きをコントロールする細い。 綱の長さを制作調整しているためである。合戦は、東軍の大凧を先に上げ、川の中ほどに低く位置させることから始まる。東軍側の大凧は綱を引くことにより上よりも横方向へ動くように制作調整されている。その後、西軍も大凧を上げるが、西軍側の大凧は綱を強く引くことにより高く、舞い上がった後、左回りに回転します逆さまに川もに、 突き刺さるような動きをする様に制作調整されており、タイミングを見計らって、大凧の上げ手が全力疾走すると、東軍側の大凧の綱に絡み合うように落下し、両軍の大凧は絡み合うことになる。絡み合った後、凧綱が切れるまで引き合い、切れてしまった側が負けとなる。合戦に使用される凧は、大凧と巻凧の2種類。それぞれの種類同士で勝負が行われる。 明治44年6月6日、高田府評第58連帯付けオーストリア部官、デルフィ少佐が、第13師団長、長岡外氏と共に他古見物に訪れた際、日本古来の武士道的合戦と絶賛し、同年7月に優勝旗を寄贈した。旗は、昭和6年、白根大化で失われるまで使用された。優勝旗が寄贈されたのを機に優勝制度のルールの、制定や、 勝敗の審判などを目的に白根凧合戦協会が設立された。平成23年、設立100周年を機に残された資料から優勝期を復元した。コの落下により、電車が止まるハプニングふるさと創生事業の一環として建設され、1994年8月に白根総合公園内にオープンした博物館であり、 世界各国のタコの展示や白根の歴史展示のほか、タコを作れるタコ工房や実際にタコ揚げをできる、風洞実験室が設けられている。ありがとうございます。